はい、今回はね、松潤さんが昭和40年男の、雑誌を紹介してくださいました。これですね、最新号で、カセットテープの特集がありましたよね、確か。カセットテープ懐かしいなぁ。あ、麻雀のページだ。カセットテープ何使ってました？私はね、あのマクセルっていうのは高級品だったんですよ、私の捉え方では。で、メタルテープがあったりね、あのハイクオリティテープがあったりとかして、テープの爪を折っちゃう、テープを貼ってセロテープを貼ってまたね録音したもんですよね。確かにエアチックって言ってラジオ番組を録音するのも楽しみの一つだったと思います。あの頃はね、ラジカセがすごく魔法の箱だったと思います。今でいうスマートフォンみたいにラジカセが万能の、本当にね、私たちの世界だったんですよね。うん、すごいな。で、カセットテープなんですけども、私が使ってたのはね、斉藤由貴ちゃんの CM のアクシアっていうテープでした。ものすごくね、安くってクオリティが良くって、しかも束で売ってるということでね、カセットテープがね、いくらあっても足りないような時代にそういうのを買って、あとなんかこう擦ってアルファベットを貼り付けるシールがあってね、それでかっこよくタイトルを貼ったもんですよ。それが私のまあなんか音楽ライフの始まりだったかなと思います。うん、懐かしいですね。そしてですね、今日ね、昭和40年男じゃないんですけど、松潤さん、この声が届きました。こういうのって何か分かんないですよね。これね、ちょっとこれから当ててみます。私は何が中に入ってるか大体予想がついてるんですよ。じゃんじゃんじゃーん、あーん、愛徳かーんって感じで、こうビーバーパイスクールの全部のシリーズが入っているブルーレイボックスでございますね。価格がね、15,452円。これね、買うところを間違えるとね、5万円ぐらいなんですよ。アマゾンとか、それからメルカリとかね、ヤフーオークションってあるでしょ。いろいろ探すと価格がバラバラなんで、ちゃんと買った方がいいです。ちゃんと調べた、比較した方がいいです。もちろん新品です。新品で、私の場合は15,000円。もうちょっと前にね、決断すると、これ12,000円だった時代もあったんですけども、その時ね、価格比較をしていて、ついついね、出遅れちゃいました。で、結局、3,000円高くなっちゃって15,000円で買うことになったんですけども、でもこれね、確かね、アマゾン、メルカリか、メルカリだったらね、24,000円ぐらいで出てるんですよ。それから別のヤフーオークションとかだったら、例えば5万とか出てたりとかしてね、それで買ってる人もいるんですよね。だからね、どこの情報を取るかって非常に大事だなと思います。やっぱね、私たちの青春はまずはこうやってビーバップ、だビーバップハイスクールに似たような映画ってこれしかなかったですもんね。今のクローズとかね、あのなんかありますけども、ルーキーズとかちょっと違うんだよな。やっぱビーバップハイスクールが基本なんですよね。この喧嘩に強くて女に弱いというね、このテーマで昭和の40年男やっていきたいと思います。うん、ということで松潤さん、また会いましょう。昭和40年男。